光の世界の勇者たちよ、まだ終わるわけにはいかない。光と闇が永遠ならば、我ら虚無という存在もまた永遠。そう、光も闇も永遠だ。虚無もまた永遠だと認めてもいいけれど、ゼムナス、あんたが永遠ってわけじゃない。お前たちのそのきらめきもまた。怒り憎しみ最高だ。怒り憎しみ最高だ。怒り憎しみ最高だ。Huh?
行く。喜ぶのはまだ早いみたい。ソラ、俺はもう。それ以上言うな。まだ終われないんだ。なぜなんだ、ソラ。たとえ力が残っていても、この状況じゃ。リクはさ、闇の世界に長く居すぎたんだよ。だからすぐそんなこと言い出すんだよな。ソラ。ん？任せる。うん。俺は、自分はいつでも空より上だって思ってた。ふーん。怒ったか？いや、俺もそう思ってたから。リクにはかなわないって。リク、見ろ、なんだか明るいぞ。行き止まりか。うん。下ろせよ。もう歩ける。なんだか、俺も闇の世界に染まってきたかな。リク！これが今の俺にふさわしい。これが真実の世界。もしそうなら、ここで闇に溶けてしまうのもいいかもな。リク。世界は光と闇でできている。俺たちは闇になるのさ。そうだな。世界は、光の世界はもう大丈夫だもんな。カイリア王様たちがいるし。そういうこと。なあ、ソラ。悪いけど、俺を波打ち際まで引きずってくれないか。波の音だけは同じだな。続きがあるんだ。俺がお前より上だと思ってた話の。ん？本当は、ソラ、お前が羨ましかった。なんで？お前みたいに心のままに生きられたら楽しいだろうなって。
これでも悩みはたくさんあるんだけどな。例えば？リクみたいになりたいとか。そうか。確かに俺になれたらとてもいいことがあるな。お前には絶対できないことだ。なんだよそれ。空の友達でいられる。それなら俺は俺のままでいいや。リクには絶対できないことがあるから。ソラ。ん？多分お前宛てだ。この世界のどこかにいるあなたへ。何も変わってないな。うん、何も変わらない。小さい世界だ。でも世界は広かった。あ、でさ、結局光への扉って何だったんだろう。ここ？ああ、どこにでもあるってことだよ。ソラ、リク、どうしたんだよ。これ王様から？